日、神尾輝き株式会社は、東京23区、武蔵野市、三鷹市を営業区域とするタクシー会社。かつて金流自動車交通と称していた。当時は、東武グループだったが、2014年12月に日本交通に譲渡され、飛行は立ち株式会社を経て、現在の非神尾輝き株式会社となった。東武鉄道直系市会社を経て、 東部の自動車事業統括会社である、朝日自動車グループ金流自動車交通の名で営業していた。当時は、車両ヘッドランプ横には、東部鉄道駅構内営業者の表記があった。金流自動車時代は、中央無線グループに属し、大和グループ統一車色の車両を使用していた。2014年12月、日本交通が全株式を取得し、日光、 足立として営業を開始。2015年11月、同じく日本交通の子会社であったび輝きタクシーと合併し、現社名に改める。竹の塚駅西口に同社専用乗り場がある。なお、日本交通に譲渡されるまでに在籍していた車両の内光沢は、帯が大和仕様であったためび光仕様とは、位置や文字の仕様の一部が異なっていた。 ありがとうございます。